かっくん、おはよう。おはよう。にまちゃん、おい。山登るのに。多分、置いてるといいね。ただいま朝の6時40分でございます。現在ね、接客態度の悪いレストランに一緒に行った中学生の2人、こうきくんとひきらばちゃんが今泊まりに来ていて、これから起こしてヒカピアに行ってきます。なんでいきなりヒカって思ったと思うんですけど、実はこの度いっぱい財団法人の公式のアンバサダーになりました。漁師さんと専門ガイドさんと森を探索したり、鹿一頭丸ごと解体体験をしてきます。まずアンバサダーになった経緯としては、前回ショート動画でちょこっと出したことがあるんですけど、日本で鹿が70万頭を捕獲され、60万頭が捨てられています。要は増えすぎた鹿の命を無駄にしないために、ワンちゃん、猫ちゃん、ペットの健康にも役立てる活動を広めたいと思ったからです。現状鹿肉を使ったペットフードは売れ残って廃棄されることが多く、この無駄をなくすために発信していこうと思いました。今回南鳥だけチャンネルのレギュラーメンバー、リアル中学生の2人と一緒に、今の日本の森の現状、増え続ける鹿の影響について学んでいきたいと思います。無事にバスに乗れました。イエーイ。広いね、このバス。広い。本日進行を務めます、事務局長の大地と申します。よろしくお願いいたします。はい、本当ですね、朝早くから皆さんお忘れいただきありがとうございます。今休憩所に来ています。現在バスは東京村に向かっています。到着したら、本当に初めての体験の時間を楽しみたいと思います。せーの、ゴー。昨日の朝、2人で一緒にやったのが、これから山登りに行きます。なんて呼ぶんだろう。ライスコーデ。ライスコーデ。どれぐらいなんだろう。三角の場所。なんかまだまだの違う方がいいと思う。これは刺されて今首に巻いてる。ちょっと首に巻いてる。じゃあ違うじゃん、こうやってコートだ。森から海へ行きの、川村哲也と申します。一応ですね、これから、山の方をちょっと見ていただいて、県や、村の方から依頼が来てますので、今日は銃を警告携帯させていただきます。この辺も熊が最近出た場所でもありますので、昨日も漁しているので大丈夫かと思うんですけれども、そんな意味で今日銃を持っていますけれども、そんなことをご理解いただければと思います。よろしいですね。クマとかシカとか何かイノシシだと遭遇したときにはどうすればよろしいでしょうか。私も初めてです。止まってれば出ましょう。じゃあもう動かないっていうことで、まあ、シカが出ても今回撃たないですけど、もし危険な状態になればじゃあ基本的には動かない、はい、ステイステイありがとうございます。何かその他何かわからないところがあったりですね、来ましたら、ハンターの方と、まあ私と、岡本さんといますので、お声掛けください。
この木を鹿が食べちゃったんだから細くなってる。だって。もっとたくさんまとまって入るんですよ、はい、それがもうなくなってますよ。細細っとしてないから小さいでしょ。眠る、と本当はカプリさんでそういうのを発信聞かなきゃホームページとかで、うん、はい、もうちょっとはっきり見るとかがねあるといいので、そう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 出てくると思いますけど、さすが登りたい、うん、いいよ、まあ、これからみんな一緒に登る。てか危険ない、危険、危険だ。いつも先生でゆっくり来るだけ、こちらの方出せない。わかんないおかしい。わお、キートさんもサクサク上がる。僕は上がりません。僕言いましたもん、僕には無理です。言いました。もともとは笹がこう一面生い茂ったわけなんですですが、これ食べられちゃってるんですよ。この先っての葉っぱを、そうそう、こう林の様子が変わってくるんですよね。これまあ時間の問題であと食べきられちゃうかななんて状況なんですが、はい、とにかく鹿が増えてしまいまして、まあこう食べられて、あと木の皮を剥いてっていうふうなところももう少し上に行くとあるんですけれども、はい、こんな状況で、まあ、それも一つの獣害なんですけれども、はい、ここは、まあ、ここは割と見やすいところだったので、もっと本当は山の奥にけどね、たくさんのものもあるんですけれども、笹ばやきに慣れます。思ったより過酷なんだけど、思ったより過酷だ。ただ高いところに、やはりこの辺の方が今ありますかね。食べる、食べる、食べる、そうだね。今日は一部しか見てもらっていただけないんですけれども、こんな形で山が回ってきていたり、またはこう人が畑なんかもまた行くとき見てください。田んぼも畑もおおよそ檻の中にあるような状況でないと食べられてしまって、はい、ほうれん草なんかもですね、明日取ろうかなっていうほうれん草をその日の夜にその前の晩に食べてしまうっていうことが、そうですね、トウモロコシもそろそろだなと思うと壊滅的になってると思いますね、はい、そういうですね、本当に農家としては途方に暮れるようなことが、はい、日々起こっているのが現実です。あのこのぐらいのフェンス飛び越しますので、飛び越しします、助走なしで飛べるので基本的に、はい、道志村って、はい、この辺で、はい、今鹿の生息している数って大体どのぐらいか分かるんですか？いや、把握してないです。あ、把握してない、はい、年間200頭から取ってますが、まあ、減らない、個体数は増えているよう、被害の状況はひどくなっている状況にありますので、うん、相当量がいるんではないかというふうに我々は予想しているところですが、うん、はい、ということはその倍を取らない限りは、はい、倍か、まあ、はい、要は、はい、増えていく、そうです、増えていく一方ではないかというふうに、そうだ、ね、はい、予想されています、うん、はい、ハンターの人は何人ぐらいいらっしゃるんですか？今道志村20名しかいないです。20名、はい、あとはその県外で、住んで資格を持っている方にお手伝いいただいている、土日来ていただいて一緒に捕獲隊に参加していただいたり、猟隊に入っていただいたりという状況です。今ご説明しないと、これかなり光が当たって今入ってます。今入ってて、昼と夜と鹿はいつが出やすいんですか？夜の方が、民家に降りてきます。はい、で昼もいますが、夜の方がやはりこう人間が減るんでしょうね。危険が少なくなるので人の近くに来るんじゃないかというふうに思っていますが、ただ銃が発砲できるのは日の出から日の入りまでしか発砲できないので、漁もその時間にしかできない。夜はダメなんです。
はい、そうなんです。あそこに木があって、白いあの木が皮が剥がれてますよね。あの右側を斜めにこう上がっていってますよね。あれが獣が歩いて、鹿とかイノシシが歩いた跡です。で、それがここまでつながってるので、ここも通ってるんですよ。でちょっと段になってでしょ。だからここも少しだけ。ほら、こうやって腰くげてみてください。ほら、足跡がいいですか。キララちゃん普通に歩いてってる。見て、お尻やばい。見て。早っ。これトマト。何だ。ヤマビル。持ってこ。うん。これ。隠れた。まあでも、あやばいね。ね、木いけるよ。あ、いた。先生、いた。先生、靴に。もう飛ぶ。あ、お前何蹴って飛ばしてんの。わ、ちょっと先生、強そうだよ。先生、皆さん、見れないでしょ。やばい、本当に痛いんだから。もうええわ。一旦山を見てみて、なんだろう、ちゃんと人が登れるような道のイメージだったんだけど、もう完全に人間が登れないような道で、結構もう急でさ、びっくりした。え、ガチで山登りじゃんと思った。他の落ち葉もあるから、滑りやすい。そうそうそう、滑りやすいな、ね、お前。ポッチが？やばい。鹿のジビエ料理を食べます。で、その後に鹿を解体するところを見て、今回のツアーは終わりとなります。解体？サイコパクやん。サイコパク。実際に銃持ってたけど、まあ鹿以外の動物が出るかもしれないって銃持ってたな。あとさ、実際にさ、鹿群れ見たかったね。うん、だからになってるのもあるだろうけど、見たかったな。じゃあこの後は死んだ鹿を見に行くの。生きてる鹿が見たかった。で、今も見たかった。ねえ、シリ見てて。やめて、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 やめて。シリ、どれか始まったの？これは環境省の管轄になるんですけれども、その免許を2つ取って、さあ今度はどこの都道府県で漁をするかってことを県に申請するんです。その申請があって初めて漁ができます。銃を持てる人で、狩猟ができる人で、このできる人がこの県に登録して初めて狩猟ができるっていうふうな。鹿でも怖いところもあります。当然刺されれば、あの角が刺されるし、見ますし、イノシシもかかってきますし、まあ、クマは当然そうですけれども、で今行ったところは、まあ、割と緩やか、穏やかけど緩やかな山に行ったのは、本当にこんな切り立ったところを地下旅で足の指一本でこう横に走るなんてこともしなきゃいけないので、我々ハンターは、はい、なので、まあ、危険は伴います。大体この、20人のハンターさんの平均年齢ですか？平均は出してないですが、多くは70歳オーバーです。一番上が84歳。わお、はい、まあ、私より若手はですね、4人。
はい、です。女性いますか？女性は横浜から来られてるから1名、あの会員で道志村には住んではいないんですが、横浜で仕事をされていてキャンバーだったんです。5分前に駐車場も行ってられたから行ってた。で今までも戻ってくるんですね。いいの？はい、はい、おー、すごい。おいしそう。めっちゃいい匂いしてる。肉。私もパン一個。ある父の恵みと、ある父の恵みと、多くの人々の働きに感謝して、多くの人々の働きに感謝して、命のもとを慎んでいただきます。命のもとを慎んでいただきます。いただきます。いただきます。召し上がれ。おいしいです。うわーすごい、鹿肉のパン、じゃがいもも人参もたっぷり、すごい、うん、明日から品切れでなければ結構最近品切れ独立でもらっている。すごい美味しそう。すごい美味しそう。うん、あのでもいろんなところで大量にあるから、うん、難しいかも。あまり知らない、なんか鹿が目つぶってる、さっき開いてましたよね。うわすごい。はい。どこらで？肉切ってるの、肉切らないで。そう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 。肉と皮の間を切る。なるほど。そう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 。そう。肉も切る。肉も切る。ずいぶんくっつく。重っ。結構重い。あの子はもう、かけ混ぜてますね。シフォーポーチちょっと横にしてもらってみる。ベロからなんか、オッケー、死ぬのかな。まだにいる。ベロが重いのかな、顔が重いのかな。なんだ？楽しかった。シチュー売り切れてるやん。シチュー売り切れ、人気なのかな。でもめっちゃうまかったわね、ボロジェ。うまかった。今、道の駅で到着しました。飛行機ってどうですか？山頂気持ち悪い。気持ち悪かった。まあね、グロかったな。やってない。ビッグちゃん匂いがやばかった。早いものいっぱいいて気持ち悪い。怖い。気持ち悪い。やるしかないと。ビーガスもいっぱいいた。見てた。
結果に。私は一言で言えばしっこいなんか魚ができない生態だと思うし、ただ私は足の皮と肉間をまた切ってたんだけど、なんか血が出なかったからまだ切れたけど、下行くと血が出てくるから不安で、なかなかできないレアな経験だったんじゃないかなって思います。やっぱ自分がこうやって経験するとわかんないことがたくさんあった。力が増え続けてる現実とかは聞いてたけど、一旦自分が山とか登って足跡とか見て、あ、本当にいるんだっていうことがすごい実感できました。はい、ということで皆さん、この動画がいいと思ったらチャンネル登録初めて地下治安に参加させていただいたんですけど、山って人が登れるような道のイメージだったんですけど、絶対人が登れるような道じゃないんだっていう現実にびっくりしました。本当に獣道とか地下の足跡とか実際に見て、その場の雰囲気とか誰かから聞いたような話ではわからないような現状を自分の目で確認することができたのがとても良かったです。鹿の機能を持って、小さい頃はおばあちゃんの家に飾ったある鹿の顔が怖かったけど、今大人になって自分がその鹿の頭を持ってることに自分に驚きました。本当に楽しかったです。で、今日の活動をそのまま YouTube で発信していきたいと思いますので、皆さん難聴うさぎで検索してチャンネル登録と高評価とかコメントお願いします。最初は解体するとき緊張したりしてちょっとビビってたんですけど、まあうさぎと一緒にやってみようと思ってやってみたら案外そうでもないなと思って、経験まあできてよかったと思います。また機会があればやりたいなって思いました。ありがとうございました。今回の地下クワ体験で一番インパクトに残ったことは、地下の解体でちょっと怖くて外から見てるだけだったんですけど、この解体とかって命を大切にして、私たちはこう食べてるわけだから感謝しないとだなって学びました。ありがとうございました。